素晴らしいですね。ありがとうございます。ありがとうございます。私も嬉しいです。社長もこれ対応してくれたから、自分の根幹なんだけど、ご協力ありがとうございました。ありがとうございます。ありがとうございます。申し上げます。どうもありがとうございます。社長にもいやー申し訳ありません。ありがとうございます。私は何にもしていやおめでとうございます。素晴らしいのができます。ちょっと恥ずかしいんだけど、まあ、でも私も自分の思いがね、社長が分かっていただいて、これで我が社の礎が少しできたかなという、その感じもあったんですが、ありがたいです。これをね、後進の人たちが見て、はい、会長の思いを本当に胸に強く叩き込むことができると思うんですよね。そうですね。やっぱり知恵がね、圧倒するな、もう素晴らしい知恵ですよ。うん、これあの見せてもらったんだけど、それがいつかってあの社長が提案を見たときに、自分もこの事態を選ばせてもらったんですよ。やっぱり、自分で今瞬間に思いました。ありがとうございます。本当にありがとうございます。まあ、あの、もの自分の気持ちが全て方に現れるということで、もう、思いを残すことが、新型会食の感謝会以上、これを、今は、とりあえずそこだけは、そうですね。それとまあ、簡単だけど、やっぱり利用を上がり、利用を制するっていう、まあね、言葉は、特な言葉かもしれないけど、これが重要な基本だと私は思ってるんでね、収支のバランスを取るっていうことがね、やっぱり、そうですね。収支のバランスを取りますね。自分の力以上にやれば当然伸びきますからね。ここはちょっと反省の部分ですね。意義を図るのもそのよく立ち続けっていうところがやっぱりね、周りのところによく見渡してっていうところでしょうからね。素晴らしい考えですよね。一つ一つ向き合うと、なんかこうそのどういう答えを出したらいいのか、判断の、まあ、材料というかですね、悩んだ時にそうだなって感じで、会長よく8分目っていうのは自分を教えるためにこの言葉を自分で書いてるんですね、私はもうすごいこう茶碗の意味でこう突かせる方向でこのやりすぎをした方法ですから、ブレーキをかけるようになってますんで、自分で悪いことが。この60の数名の社員がいて、それぞれの人がそれぞれにこう感じられることもあると思うんですよね。本当に会長の。いや、このタイミングでわさっと渡せてよかった。ありがとうございます。ありがとうございます。もう本当になんか迫力がですね、想像を圧倒されるような素晴らしいですね、はい、実際に現物はまた違いますからね、写真違いますね。お世話になりました。ありがとうございました。いや立派だ。そうですね、あ素晴らしい、はい、本当に、気を癒すっていう字はあんなに立派に書けんだろう。自分の字でもね、いつもこう証明するんだけど、
なんで本も書けねえのかなって時々思うときあるんですよ、はい、この時間ね、はい、今日やって時間、はい、難しい時代やなって自分で思うときあるんですよ。うん、あの字を見た時にはな、本当にこのやっぱりプロのやっぱ人のこの人とやって全然違うんだなってことは、よくしみじみもう感銘しました。ありがとうございました。心から感謝申し上げます。ありがとうございます。よろしくお願いします。